キャメロン・マイケル・カーは、オーストラリアの車いすラグビー選手。2008年パラリンピックで銀メダルを、2012年パラリンピックで金メダルを獲得した。キャメロン・マイケル・カーは1977年8月13日に、クイーンズランド州ブリスベンで誕生。父のノームカーは、ラグビーリーグのクイーンズランド州代表に選ばれ、ステート・オブ・オリジンに出場した。 カーは19歳の時にシドニーロースターズと契約。21歳の誕生日の時、眠りに落ちた彼は友人に車で自宅まで送ってもらった。その途中、彼は自動車衝突事故に巻き込まれた。この衝突により、彼は首に損傷を負った。彼は2003年に初めて車椅子ラグビー競技に出場し、2005年にオーストラリア代表に選出された。 2008年パラリンピックで銀メダルを2012年パラリンピックで金メダルを獲得した。彼は車椅子ラグビーオーストラリア代表の一員として2010年世界選手権で銀メダル2014年世界選手権で金メダルを獲得した。2014年彼は2012年ロンドンパラリンピックで金メダルを獲得した栄誉を称えて、 オーストラリア勲章メダルを受賞した。彼は2016年夏季パラリンピックでもオーストラリア代表に選出された。ありがとうございます。